春日。なんか気持ち悪いね。じゃあ早速ロケを始めていきたいんですが、ちょっとあなた、あやだ、カメラが逆じゃないですか。いくら私とはいえカメラが逆さなことは分かってますよ。この逆さが今日のテーマのヒントです。あ、そういうことなんですか。はい、なるほど、じゃあいいや。今回のテーマは逆さま。びっくり仰天、常識を覆す逆さまスイーツをご紹介します。逆さま週刊アーメン。ということで、まずは福岡市中洲、やってきたのはこちらのホテル。この見てください、おしゃれな1階のロビーラウンジにあるカフェ、ザ・ライブリーバー。ね、素敵空間だ。うん、宿泊者以外も利用可能で、ほうじ茶のチーズケーキや今月までの期間限定生絞りのモンブランの上にタイの形のモナカを乗せた一品など、見た目も可愛いスイーツが満載。そんなお店の逆さまスイーツは落ちたアイスになります。落ちた、落ちたって言ってる。これを作った人は休養でも思い出したんかなみたいな、なんか途中でって投げちゃったのかな。すごいですね。じゃあこれが今整体です。皆さんの目にはまっすぐ映ってることでしょう。いきますよ。でるるるるるるるこんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございました。濃厚なチョコレートケーキの上に生クリームやバニラアイスなどを乗せ、さらにチョコソースをたっぷり、ココアチップを入れたワッフルコーンをアイスの上にドーン。斬新すぎる落ちたアイスの完成。これコーンを割っていただきます。ちょっと割らせていただきます。いけないことをしてる気分だ。こんな感じでいいですか。こうバキバキ割って、そうですね、バキバキ割ってもらって、うわ、すごい芸術ですね。崩してまたこれが絵になる。うわ、美味しそう。美味しい。うわ、美味しい。アイスがめちゃくちゃクリーミーですね。そうですね、うん、バニラビーンズを使用したアイスになっております。カカオクッキーですかね。はい、これが食感がすごくいいですよね。そうですよね、ザクザクしてて、うん、はい、わ、美味しい。これなんかチョコレート好きな人たまらないでしょうね。いや、そうなんですよ、はい、なんか贅沢な気持ちになりますね。美味しすぎて逆さまになりそう。見てください、誰ももらってない。お姉さん優しいですね。ね、滑りすぎて変な汗をかいたので一旦クールダウンしました。汗びっしょり。ということで続いては福岡市中央区平尾へ。やってきたのはプロムナードビジュー。テリーヌショコラが看板メニューのお店で、定番のショコラは口どけが抜群。ハイカカオチョコを使い、芳醇な香りと苦味やコクが味わえる大人のチョコレート。そのお店の逆さまスイーツとは。テリーヌ、どうしましたか。え、これ合ってますか。はい、逆さまで。なんかやけを起こしたのかと思いました。じゃあちょっとやってみたいと思います。こうやってるとそうなんですが、はい、逆さまです。そう、パフェの器の中にお店の名物ピスタチオのテリーヌやバニラアイス、メレンゲやクッキーなどを入れて、それを逆さまにお皿に乗せちゃうという斬新なメニューでございます。こんなことになっております。蓋を開ける感覚でなんか食べていただきたいなって思って。あ、うわ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 、すごい、すごい、いや、20にも30にも感動がありますね。まず来た時で、これ外した時に感動がある。なんか本当にこの世の女性陣はみんなピスタチオ好きなんじゃないかっていうぐらい。ピスタチオとアメロちゃん、これ間違いない。みんな違うよね。テリーヌのこの滑らかな食感と、あとクッキーのね、バターの香りもしっかりしてサクサクしてて、口の中が面白いですね。いろんな味と、うん、はい、美味しい。たくさんピスタチオのペーストを練り込んでますので、一口でピスタチオが広がるかと思います。その通り。いや、でも何が生態かわからないですね。もしかしたらこのパフェが生態なのかもしれない。あなたが逆さまなのかもしれません。